X-48BX-48 はアメリカ航空宇宙局が試験中の無人実験機、ブレンデッドウィングボディを用いた全翼機であり、2007年7月20日に初飛行した。アメリカ航空宇宙局はマクドネルダグラス社と組んで1990年代より BWB 技術を用いた全翼機の研究を行っており、 無人小型実験機による飛行試験も行っていた。この研究は1997年にマクドネルダグラス社がボーイング社に吸収合併された後はそのままボーイング社に引き継がれ2000年に BWBLSV の名称で全幅10.7メートルの無人実験機を作ることとなった。2001年にこの機体に X-48 A への名称が与えられ、2004年の初飛行を目指していた。しかし、2002年には NASA における優先順位が変更され、X-48A はキャンセルされた。このため、ボーイング社は、イギリスのクランフィールドアエロスペースに協力を求め、一回り小型の全幅6.4メートルの X-48B を製造することとし、 これにより計画は再開することとなった。1号機は2006年よりラングレー研究所における風洞試験に用いられ、2号機を用いて飛行試験が行われた。初飛行はドライデン飛行研究センターにて2007年7月20日に行われ、31分間飛行して高度2500メートルに達した。X-48B は、 上から見ると三角形の形状をしており、両端が垂直尾翼となっている。機体中央全部は、主翼前縁よりも前方に出ているが、BWB により、主翼とも胴体とも言えない形状となっている。機体中央後上部にジェットエンジンを3機装備している。X-48C は、X、X-48B をベースに、静寂性向上を図って改良された機体であり、 エンジンを2機に減らして垂直尾翼を追加している。2009年に風洞試験が実施された。2010年3月19日、NASA とボーイングは X-48B の最初の飛行試験段階を無事に完了した。NASA の航空研究ミッション局のエラプロジェクトのマネージャーであるフェイ・コリアーはテストの第一フェーズの完了について次のようにコメントしている。 このプロジェクトは大成功であった。結論、チームは無病翼機を低速エンベロープの端まで安全に飛行できることを証明した。2010年、新しいフライトコンピューターが装備された後、X-48B は火星魚星を調査するために飛行試験の新しい段階を継続することになった。同年9月、X-48B による 飛行試験の第2段階が始まった。2012年8月7日に X-48C はに最初に飛行した。エンジンの要請魚は研究すべき一つであった。X-48C は2013年4月9日に30回目の飛行を行い、8ヶ月の飛行試験プログラムを完了した。ジェイソン、S ミニ X。 プレーンコンプレッツイニシャルフライトテスティングワイヤードニュースアウトピアエイプリル62010クレッチクレイマイナス48 BBWB チームコンプレッツフェーズ1テストフライツ NASA、エイプリル62010公演オーブリー NASA、ボーイングチームダンファーストフライトフェーズオブブレンデッドウィングボディープレーン s e a t t l e p i アドットコムエイプリル62010 クロフト、ジョン、NASA、ボーイングコンプリート X-48、B フライトテストキャンペーン、フライトインターナショナル、エイプリル6、2010、クレッチ、グレー、バックインザエアー、X-48B、ラズームズフライトテストアート NASA ドライデン、NASA ドライデンフライトリサーチセンター、セプテンバー21、2010、ターディマン、ダニエル、NASA。 S, S Futuristic X-48C Hybrid Wing Body Plane Takes Flight Cnet.com August 7-2012NASA&Boeing Fly The Prototype X-48C for the first timeNASA August 7-2012Relieved August 12-2012Boeing X-48C Branded Wing Body Research Aircraft コンプレックスフライトテスティングボーイングハットノーリスガイファーストボーイング x 48シーフライトイミネントナサセーズアビエーションウィークオーガスト2 2012リリーブドオーガスト3 2012ありがとうございます